グリップってさ、うん、フックグリップとかウィークグリップっていうのがあるの？あるあるある。何、今フックグリップが流行ってるんだって？流行ってる。じゃあ俺フックグリップそのじゃあってトール君はね入れたがるからねそういやそう、その通り、フックグリップが流行ってるっていう言い方もあれなんだけど、うん、今のクラブはフックグリップじゃないとまっすぐ行かないから、逆を言えばフックグリップが今スタンダードになってる。あ、そういう流行りとかじゃなくてね。そう、でも形としてはフックグリップよ。そう、それが今主流になってる。フックグリップがちょっとね、分からない方もいるかもしれないんで、ね、うん、スタンダードグリップいくね、うん、これがスタンダードグリップ、うん、だいたいね、その何グリップ何グリップって左手の向きを言うのよ。あ、そうなんだ。そうで、これがスタンダードグリップ、うん、でウィークグリップ、うん、フックグリップ。あ、そうで、このフックグリップが今すごい主流で、うん、ただこのフックグリップにした時の使い方を知らない人が多いの。フックグリップにしてる人はめちゃくちゃ多いのよ。多いんだけど、そのフックグリップの使い方知らない人が多い。違うんだ、使い方が。違う。スタンダードグリップって要はこうやって使うの、うんうん、こうやって、うん、でウィークグリップってこうやって使うの、うん、フックグリップってこうやって使うの。だけど、うん、フックグリップで今こういうのが、こういう使い方をしたり、フックグリップってさ、こうなってるじゃない、こう、うん、だから、うん、こう使いやすいのよ。あ、引いちゃうのね。そう、こう使いやすいの、はいはい、こう使いやすいって言ってて、そのままこうやって使ってる人多い。あ、だからフックグリップなのに球捕まんない、球上がんない、右行くって言ってる人がいる。フックじゃないじゃんって。いや、それはそうだね、そうやって引いてたらそうでしょそれはだってだって帰ってないんだから。そうでしょそういう風に使ってる人がいるから、うん、この動画やったそういうことか。そうそれはそうだってなっちゃうね、話聞くと。そうでしょフックグリップってこう握ってんだから、うん、こうやって返していかなきゃダメじゃん。そうだね、うん、でも、うん、このままこうやって使うから。そうだね、うん、こうやってやってて、うん、このままこうやって使う。これ開いてるじゃん。そんなね。そうでしょ。そりゃそうだよ。それさ、説明するまでもないじゃん。ない。うん。だからそうやって分からなくなってる方は、うん、フックグリップで握ります。うん、何でもいいクラブ、うん、で構えます、うん。そっちから見ると9時かな。9時、うん、9時から3時まで、うん、超ゆっくりフックグリップでこうやって動いてみてってこと。うんうん、でインパクトゼロにフェイス自分で調整していいから、うんうんうん、調整した時からフォロースルーでこうやってヘッドがこうやって立つでしょ、うん、その時にどうやって使ってますかっていうのをやってみてくださいってこと。あ、うん、こうなるじゃない。なるね、なるなる、立ってんだから。こうなってないってことなのよそういうことね。そう、もうそもそもでしょ、うん、その使い方がフックグリップできてなかったらフックじゃないのこうやってんのにスライスグリップになっちゃうから。なるほどね。そう、じゃあスライス出てる人がフックグリップにしたら治る、うん、ね、それすごいいい質問で、スライスに今悩んでる人がフックグリップにしたら余計スライス出る。スライス出てるってことは、うん、そもそもな大きい問題としてターンできてないじゃない、うん、そうね、引いてるか何かしてるじゃない、うん、その中でフックグリップにしたら余計引くから、うん、余計スライス出るから、余計面が戻ってこないわけね。そうフックグリップの恩恵を受けるのは、うん、ターンできてる人がフックグリップにしてたら余計捕まりがそう良くなる。今スライスに悩んでる人が、あ、じゃあフックグリップにしたらフックが出るからもうちょうどまっすぐになるっていうのはもう大間違い。できるようになった時とできない時の差がすごいんだ。そうなの、まあ、言っちゃえば高度なグリップの向き。そうだね。そう、ノーマルではない。何かの足しにしてスライスを直そうとした一つのフックグリップだとダメ。やったら怖い。てかそれよりなんか違うとこ直したらいいって、いつも言う。そうね本当にそう。だから正しい基本的な動きができた上のフックグリップで初めて意味がある、うん、そう。だから矯正、今出てる球の矯正としてフックグリップにしたら結構怖いことだから、うん、それをやらない方がいい、うん、その使い方がすっ
っごいフックグリップって大事なの。え、じゃあフックグリップで握ってたら、うん、左の手首を返すイメージ、ターンさせるイメージっていうのは必要になるってこと、ね、必要になる。真ん中よりもこう握ってるじゃない、うんうんうん、ね、うん、だからなんでフックグリップって言うかっていうのをまずやろうか。こうやって構えるでしょ、うん、これフェイス見えてる、うん、でこれフックグリップにしてるじゃない、うん、ここで、うん、このグリップをまっすぐ戻すよ、うん、したらフェイス閉じるじゃん。 だ、ね、だからフックグリップっていうの、要は捕まりやすい、フックが出やすいですよっていうグリップなの、うんうん、それがまず分かってないといけない。だから、うん、じゃあなんで今のクラブはフックグリップじゃなきゃいけないかっていうと、捕まりが悪い、反発がいいから、うんうん、球乗ってる時間ないから捕まえられないでしょ、うん、だからフックグリップでちょうどいいからスタンダードになってきてるのよ、うんうん、そうだ、そういうのもこう含めて、うん、今の使ってるクラブとかと合わせて向きを調整しないと、うん、ぴったりな方向のグリップが握れないんだよね。最新のクラブ使ってたって、うん、開閉率が高いクラブ使ってたら、うん、そんなにフックグリップにする必要ないし、うん、あとはアップライトだったりしたら左行くから、うん、だからフックグリップにしたら、うん、左行く、要は当たんなくなっちゃうじゃん、うんうん、だからそういうのも全部含めて、そうだから何でもかんでもフックグリップじゃなくて、うん、自分の使ってるクラブとスイングに対してもグリップの向きを変えないとダメ、うん、でも打つ時ってやっぱさ右手でさ押していくじゃない、うん、そしたら左手首をさ、うん、ターンさせるっていうより右手で押すっていう感じのが強いからさ、うん、関係なくなるっていうかさ、右手で押してあげられたら勝手に左の手首もこう返ってくるのかなと思うんだけど、それは関係ない。ほんとね、どこでそれ誰かに質問してって言われてきたの俺毎回思うんだけどさ、もう怖すぎて。いやいや、今までのさ話をつなげてくとそうなるじゃん。だってそれだけの話してるわけじゃない、ね、もしかしたら俺より詳しいかもしれない。いや違う違う違う、あのね、すっごそれね、超いい質問なんだけど、うん、左手をフックグリップにしてる人って、うん、どういう人が多いかって言ったら左手リードなの。そうだよね、やっぱりそう、やばいね。だってそうだよね。いや、そのそうだよねもやばい。いや、だって引いちゃうってことは左手リードがうまくいってない人だからさ。いや、あの、ね、申し訳ないけど気づいてない人多いよ。投げてったらそんなんじゃん。そうだよね、そうだよね。そう、その通りで、うん、左手フックグリップって言って打ってる方って左手リードの人多いの。うんうん、じゃないと成立しないから。うん、そうだよね。あ、そう思う。そう。そうなの。だから。結局右手リードってこうやって帰るでしょ。そうそうそう、帰っててフックグリップにしてたら帰らないじゃない、うん、進めないからね。そう、進めないでしょ。そうそうそう、こっちに行かないんだから。そうだから右手でしっかり押せる感覚の人ってストレートグリップだから、うん、そうだよね。じゃないと押せないから、押せないから。そうだね。もういいかな動画。いや、俺に言ってんじゃない。あ、そうか、そうか。そう、もうまさにその通りなんですよ。そうで、左手リードの方は左手の動きを主体にしてもちろん打つんで、フックグリップでそのまんま昇屈させるのか、このまんまこうやってめくるのか、いろいろ使い方があるんで、最初のアドレスの時のフックグリップに対してどう動かすかなんですよ。だからその角度を調整するんですけど、僕なんかはもちろん動画でも言ってる通り右手リードなんで、左手を主張させたくないんでまっすぐ握って、要はもう何もしない状態、ノーマルな向きにしといてあげて、右を自分の好きな角度に添えて好きな角度にねじるんで、こっちには害がないんですよ。こうやってやったりこうやってやったりしても、だから角度を左がついちゃうと右で操作ができないんで、角度をつけない状態、まっすぐな状態でグリップをしてるんです。だからそれがフックグリップの落とし穴というか、うん、重要性だよね。いや、ほんと鳥肌立つね、すごいね。そんなもん、でもつなげるとつなげてってるだけだね。あ、そう、俺やんないから。いや、間違いない。やんないから今まで聞いてきた話をつなげていくとそういうことでしょっていう。そうだね。いや、もうまさにそういうことなの。そういうことだよ、そのだって言ってるキーワードが。左手引いちゃうって左手リードの時に出てくる話だからさ。あ、左手ターンさせてって左手リードの時に言う話じゃん。そうだね、うん、そうよ。そう、俺多分トール君がこっち側で、うん、
俺がトール君側だったら俺そんな質問はできないと思う。いやいやだって回って繋げたらそうなるじゃん。なるほど。そう、いや、そう、右手で押す人どうなんのって思うじゃん。そう、押せなくなる、押せなくなる。そうだよね。そう、うん、って思うから聞いてるから。そうだからワンアップゴルフで右手リードしてくださいね、右で押してくださいねって言ってて、それがこうちょっとうまくいかない方なんかは左手を今よりも少しウィークにしたり、このここにマジックテープが来るじゃないですか。そのマジックテープを上から見た時にあまり見えない角度にこうグリップをしていただくと右手が使いやすくなるんで、その左手グリップをあまりフックにしないように握っていただいた方がいいかもしれないですね。そう、そうするとこうすんなり右手がこう使えた時に返りやすくなるんでボールを押しやすくなるんですよ。なのでそれはちょっとやっていただいた方がいいかもしれないですね。左手リードしてる方なんかは多少フックにしてそのままこう張った状態でこうやってフォロースルーで3時ぐらいの時になんとなく左手の甲が斜め後ろぐらいを向く意識があるとすごい綺麗にフェースターンするんで球は一気に捕まりやすくなると思います、うん、それはちょっとやっていただきたいポイントですね。で今回はですねフックグリップのちょっとした落とし穴ちゃんと握れてますかっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。